定番のお昼タイムですね。あー、肉焼いてる。うわうわ、ホルモンじゃホルモンじゃ、これはうまそうですね。うわ、すごい。お肉と一緒にこれだ、麺増量。麺増量みんな食べ応えアップですね。蒙古タンメンで、これですよ。これ2つ買ったらついてくるこのエビオイルってやつ、今日このエビにしてやりたいと思います。これうまそうだな。ネタのために買ったんだよね。2つ買いましたね今日。これいこう、ネタのために。今お湯沸かしてるんですけどね、とにかく風が強くて、なんかいつ沸くか分かんないですね。で、上はこれほら、タープテントですよ、これ。これ雨の中でも快適ですよね。そりゃいい。さあ、りょうさんがめっちゃ撮ってますよ。めちゃくちゃ撮ってますね。今回に限ってはね。あれ、キャロさんなんかカレー持ってる。カレー、カレーだすごいな、明日のカレーって、ね、何ですかこれ。一条文子先生の明日のカレーですね。なんか昭和感がすごいんですけど、ね、やばいっす、激やばいっす。これレトルトなんですけど、これ1枚、えぇ、ー、え、何、駐車場、駐車場ちゃう、あ、釣りした、釣りした1枚なかった、1台釣りした時にこの魚言ってれば1枚。マジおじいちゃん何喋ってるか分かんない。分かんない。何喋ってるか分かんなかった。これが地元の方言ですか。そうそうそう。そういうもんだね。いただきます。うわ。これ。めっちゃうまそうなんですけど。うまい。はい、いただきます。エコーでやばいでしょ。やばいですよ。キャンさん辛いの平気なんですか。いやいやいや、甘いよ。これめっちゃうまいですけど、ちょっと辛いですよね。うん、そうそう。でもうまさが勝つから、めちゃくちゃうまいです、これ。めちゃくちゃうまいね、本当に。美味しい、うまい、本当に美味しい。うわ、たまらん。みんな蒙古タンメン、みんな蒙古です。カレー美味しいですか。うん、おお。この具のデカさ分かるかな。ほら、すごい角煮みたいな。やばいっしょこのデカ。3人が蒙古タンメンの中、これ蒙古なんですか。蒙古豆腐スープ、蒙古、蒙古じゃなくて蒙古、蒙古、蒙古、蒙古スープですか。そう、一条蒙古カレー。一条蒙古カレー、うん、中辛。あ、カレーがですね、カレー。でこっちが蒙古タンメンの仲間とのプースーですね。そう、これは多分半分ぐらいしか入れないです。半分全入りが一応しきたりになってますけど。いやいやいや、ほら長い適当がで焼き番組ですか。雨で美味しそうじゃない。風と雨がすげえんだけど。うわ、すげえ吹きつけてくる。あー、冷たい。あ、怖いな。もう、もうこれかな。まろやかさなんですけど。あー、行きましょうか。後からね、あ、ジョブちゃん来ましたよ。ダブルオイル入れ。ある意味変態するしね。こんな天気の時に外でこんな気づかなラーメンすすって3人3人して動画撮ってたからね、どうしようもね、カレーとか言ってホルモン焼きながら。ジョーさんデビュー、はい、ジョーさんデビュー。キクラゲ、キクラゲでやられてるんですよ。キクラゲでやられてる。もっと食べてました。もうもう、ってなんだけど、そこにそれを入れる、ここにこれを、あ、いいね、最高。トッピングしてですよ、これ混ぜて。いや、お、プートープース
封筒のプースですね、うん、プース飲んだことないんで。あー来るなこれ。後から来る。あー辛い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 、うまい、うめ、うん、黒さん大丈夫ですか？飲み干せる自信がない。ちょこの毛布はめちゃめちゃ熱い。プースまで飲み干すのが礼儀です。変な声でちゃう。あ、そうそう。お。飲み干しましたね。飲み干した。一気に行きましたね。あ、辛い。寒いし、辛いし、喉がおかしいし。ヒロさんが歯が入ってます。じゃあホルモン焼いて、そう食べて、これで今気紛らわしてるんですよ、うん、ホルモンと一緒じゃないと厳しいですね。もうこれ、もうこれより。もうこれだけにね。自分がこう喋って笑ってるでしょ。でエコーかかるんですよ。こんな長い時間だと考えてくれる。ありがとうございます。またやられてるよ。ああ、あいついるんだけどな。いるんだけどな。全然違う方向向いてるけど。今年見て不思議ながらここに雪がないんです。100万行けば、いろんな企画があるんですよ、うん、100万行けばね、そう、ええ、なんか戦車で乗りつけるとか源流に戦車で来てみたとか出したいです。そうそう。後ろからパトカーがついてきてヘリコプター飛ばしてそうそう、戦闘に飛んで、そうそう、それこそ西部警察乗ってたんですよ。したら上から石原裕次郎が降りてきて、渡り鉄矢が狙ってるっていう話です。はい、全然釣れないのでまたポイント移動してきました。ここはですね、なんとかっていう川です。ちょっとわかんないですよ。ちょっとついてきただけなんで川の名前よくわかんない状態です。でもうここですよ。もう今日の家計のポイントはここ。釣んなかったら今日坊主です。で、下流にりょうさんと平蔵さんがいらっしゃって、手前がりょうさんですね、奥が平蔵さんで、もっと奥にキャロさんがいるはずです。よし、早速やってみましょう。ここはですね、ちょっと誤差が多いんで提灯仕掛けていきます。じゃあ川を変えたので第1投目行ってみます。今日は初の魚来てますね。やーべー、ちっちゃいんだけどね。イワナ、ヒビ、はい、こんなちっちゃいけどイワナでした。よかった、今日初フィッシュ。ちっちゃいね。うわー、なんかね、当たりかなんだかよくわかんないんだよね。止まったまんま。なるほど。割と手前やったから、ちょっと奥ちょっとずつやっていきますね。いや、よかった、とりあえず坊主免れましたね。
4時だよ、もう4時10分だけど、もうやっと初1匹。おお、これは嬉しい。今りょうさんの近くに来て、あー、おめでとうございますって言ってるよね。ありがとうございます。出てるかな。よかったって。じゃあちょっとやってみますね。私が釣ったことで喜んでくれています。ありがとうございます。ありがとうございます。なんかめちゃくちゃだ。ありがとうございます。いやー、それにしても今日一日仕事だったわ。この子を一匹釣わなさんです。いや、でも釣れてよかったよ。泡がすごいね、泡がすごい。はい、じゃあ今日はこの1匹の釣果でしたけども、まあ坊主じゃなくてよかった。というわけで今日はこれでもう終わりますけど、もう5時ぐらいなんで、もう暗い。はい、ちっちゃいけどいいワナ1匹出ました。ありがとうございます。じゃあ逃がしましょうか、この子は。はい、また大きくなってます。はい、ありがとう。よし。よし。よし。おー、そうそう。すごい、なんか。すごいぞ。あ、で、あと、りょうさんどこ行った？見当たらない。人上行っちゃったかな。ここで一匹。いやー、ちくままで来た甲斐があった。はい、ありがとうございます。はい、どうもお疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。雨の中頑張りました。いやー、しんどい。5時25分。5時、はい、もう薄暗くなるまで筑摩本流回って、当たりがなくて、ホルモン焼いて、その前で当たりがなくて、ここ支流、何がでしたっけ。西川。あ、西川ですか。西川。西川清じゃなくて、西川とそうです。知らなかった。全然どこ来て、私は下がってったんですけど、全く当たりありませんでした。4人で来てですよ、はい、もう上に行ったけど、僕も全く当たりありませんでした、ね、両極で当たりがなくて、その中間に入った永井さんが、いやいやいや、なんとかですよ、これもう。なんとか釣れましたね。よかった、本当に。素晴らしいですよ。さすが、ありがとうございます。リーダー、リーダー。ありがとうございます。パンパンパン、パンパンパン。この条件下をね、あの、粘り勝ちというか、いや、持ってるもんが違うんですね。やっぱりホルモン効果ですか。ホルモンですね、あれ。皆さんのおかげでございます、今日は。はい。あそこに入らせていただいたから釣れたんですよ。分かってますそれ。だって言ってない。誰に言ってるって。もうね、場所でしょって思ってると思うんですよ。だからもうあそこに入ったら、もうこの3人誰が絶対釣ってますか、あれ。いや、私坊主ですよ。はい、坊主。はい、坊主。今日はギリギリ免れましたからね。いや、すごいですよ。これで許してください。いや、もう許すも何もね、もう感動しました。ありがとうございます。はい、はい。
ね、このシーンはね大幅にカットされますんで、ね、はい、毎回エンディング長いんですけどね、あの動画になるときはもうちょろっとね、そう、はい、エンディングがなんだかわかんないけど、10分以上ぐった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 喋ってて、もうあの編集で何とでもできますんで、好きなこと喋ってもらって大丈夫です。それでエコーが入るんでしょ。エコー声入る。はい。締めたいと思います。はい、じゃあ本日は皆さん一日ありがとうございました。はい、ありがとうございました。またよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、どうも。ありがとうございました。次回の動画でまたお会いいたしましょう。白くて見えない。